香港では昨日、中国本土以外では2人目となる死者が出ました。香港では地元政府への対策を求め、医療関係者がストライキを始めましたが、この行動には別の思惑もありそうです。感染拡大への危機感をあらわにするのは、香港の医療従事者で作る労働組合のメンバーです。香港政府は先月28日、中国本土からの人の移動を大幅に制限すると発表しましたが、労働組合のメンバーは感染拡大を食い止めるため、中国本土と香港との境界を完全に封鎖するよう訴えていて、医療関係者の一部は今月3日からストライキを始めました。They should definitely close the border. Like if they don't ban people with the new coronavirus from getting into Hong Kong, all medical work is meaningless. 中国本土の渡航者や直近で渡航歴のある人の入国を拒否する動きが世界で広がる中、死者も発生した香港が早急な対策を求めていると受け止めることもできそうですが、この抗議の声には別の思惑もあるとみられます。こちらは先月26日の香港の様子です。感染拡大を受けて臨時の検疫施設が設置されようとする計画に対してデモ隊が抗議行動を始め、警察が収拾を図ろうとするなど、去年から続く反政府デモが思い起こされる光景です。新型ウイルスの感染拡大以前から地元政府や共産党指導部への不信感がくすぶっていた香港、去年11月の区議会議員選挙で圧勝した民主派が勢いを増す中、反政府運動が再び盛り上がりを見せる可能性が出てきています。